V ロード第14節2戦目福岡ソフトバンクホークス対バッターボックス内川ツーアウトになっています。勢いのあるストレートファウルになります。ライト方向を流しました。ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ホークス9番バッター京田、まあ、大きく差が開いてますけどどんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。初球打ちレフトライナー掴んでこれで2アウトです。2番バッター今宮、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。